私たちは家にあるものにすっかり慣れてしまっていて、仕組みについて考えたりしません。電線にはなぜ色がついているのでしょうか。電子レンジってどうなっているのでしょう。 3D プリンターを使えば改良バージョンの妹が作れるんでしょうか。それは無理か。今日は家にあるものについて予測できないような面白いお話をしましょう。1、プリンターから出てくる紙はなぜ厚いのでしょう。従来型のカラーレーザープリンターはトナーとカラーパウダーを使います。画像を印刷するとトナーが紙にスプレーされるのですが、それを紙に固定するためにパウダーに熱を持った電荷をかけるとトナーが溶けて紙にくっつきます。それで綺麗な画像が印刷されると紙が温かくなるのですね。2、エアコンから水が滴るのはなぜでしょう。道を歩いていてエアコンから水滴が落ちているのに気づいたことはありませんか。これは液化のためです。エアコンが熱い空気を冷やすと湿り気が発生し、それが蓄積して流れ出します。ペットボトルのコーラを冷蔵庫から出すとすぐに外側に水滴がつきますよね。これが液化です。3、冷蔵庫の噂。冷蔵庫は中に物が詰まっているかないかで消費電力が変わると言われていますが、残念ながらそれは誤りです。電力消費は中身と関係ありません。平均して冷蔵庫は電気代の 12% を占めます。私が気にしているのは冷蔵庫の食べ物を食べるのを減らしたいってことですが。4、電子レンジの仕組みは。電子レンジは電波のようなものですが、より短くて強いもの。電子レンジにサンドイッチを入れるとします。するとマイクロ波が侵入してサンドイッチの分子を早く動かし、お互いがぶつかり合うように仕向け、それで温まります。マイクロ波は食べ物にほんの何センチか不均一に入っていくだけですから、部分的に冷たかったり火傷するほど熱かったりするのです。ですがマイクロ波は役に立つだけではありません。超小型回路の働きを阻害するので、スマホや CD を壊したり電気を消したりします。マイクロ波は人間にもよくありません。でも電子レンジは鉄で覆われていますから大丈夫。それにマイクロ波はすぐに空気に溶けます。電子レンジによって食べ物が弱い放射能を帯びるという通説もありますが、それは嘘です。電子レンジで食べ物を温めるのは全く安全だと科学で証明されています。原子がバラバラになるのが放射能ですが、マイクロ波は分子を動かすだけですからね。5、キーボード。キーボードの左上の配列が QWERTY なのはなぜでしょう。なぜアルファベット順ではないのでしょう。正しい答えはわからないのですが、面白い理論もあるんですよ。キーボードがこのレイアウトになったのはタイピングのスピードを落とすためだったというのです。最初のタイプライターができた時はキーがアルファベット順に並んでいました。そして早く打ちすぎるためキーが詰まって動かなくなることがあったんだそうです。当時のタイプライターを打ってみると文字を印刷する小さな金属のレバーが2つぶつかって止まってしまうため、2つのキーをほぼ同時に押すのは不可能です。そうなると仕事を中断してレバーを外さなければなりません。現在のキーのレイアウトだとキーを探さなければならないため、タイピングのスピードが落ち、タイプライターのダメージを防げて仕事の効率が上がるというのです。6、電線の色。家の電源ボックス周りにある電線は電気技師が仕事がより早く安全に仕事がしやすいよう様々な色になっています。でもよく見てみてください。実際の電線を触ったら危険ですので、ブライトサイドが動画でお見せしますね。電線の色はそれぞれの国で違いますが、ここではアメリカのものについてお話ししますね。黒は熱い、または生きた電線で電流が通っており、すべてのサーキットに電力供給しています。黒い電線はコンセントやスイッチにつながっていて、多くの場合スイッチレッグとして使われます。赤はストーブや乾燥機、エアコンといった大きな電化製品に使われ、2番目に熱い電線です。
また2つの配線で接続された煙探知機をつなぐ相互接続配線にもなります。青と黄色も厚い電線です。扇風機やライトといったコンセントにつなぐ普通の機器用です。白やグレーの電線は中性で、電気機器が安全に働くのに必要とされます。電線が損傷していると機器の外側が帯電する恐れがあります。そのような時、白やグレーの電線の保護設置が電気ショックから守ってくれるのです。設置とは、ストーブや冷蔵庫といった外側が金属の電化製品が床に接することです。もっと正確に言うと、電線が床に接することです。もしそんな接続があったら、外側の帯電が床に流れてしまいます。緑や黄色のストライプの入った緑、または裸の導線も似たような働きをします。これらも設置電線で、あなたや電化製品、家を漏電による火事から守ってくれます。目的は、電化製品がショートしたり、ブレーカーが落ちたりした時、電気回路の電流に道を与えることです。色がついていなければ、どの線が中性でどれが熱いのか分かりにくいですよね。電線を間違えて接続してしまうと、回線がショートしたり、電化製品が壊れたりする可能性があります。 7. 組み立て式の家具。家具会社が組み立てていない製品を配達するのはなぜだろうって思ったことはありませんか？輸送の便利さだけではないんです。自分の手で組み立てたものは、買ったものよりもずっと愛着が湧くからでもあるんですよ。ハーバードやデューク、チューレーン大学の研究によると、比較的シンプルなもの、例えば収納ボックスや折り紙、ブロックのおもちゃ、3つを作った被験者グループは、それらのものに高い価値を置くようになるというのです。多くの場合、過大評価するほどなんだそうですよ。 8. キャスター付きの椅子。さて、19世紀の中頃に戻ってみましょう。少しだけね。チャールズ・ダーウィンが有名な進化論について一生懸命研究していた頃です。彼は部屋を歩き回って、標本や書類を研究するのを好まず、椅子に車輪をつけました。キャスター付きの椅子が広く使われるようになるまで、それから何十年かかりました。その後、椅子には心地よい背もたれがつき、回転もするようになり、チャールズ・ダーウィンの椅子がオフィスチェアに進化したのです。9. プチプチ大好き。プチプチは本来壁紙になるはずだったんです。アメリカの2人の発明家、アルフレッド・フィールディングとマーク・チャファネスが2枚のシャワーカーテンを接着しました。するとその間に気泡ができて、そんなおしゃれな壁紙は大人気になるだろうと考えました。大間違いだったんですけれどね。彼らは今度は温室の保温効果を持続させるために、これで包むという過ちを犯しました。そして3回目の挑戦で、やっとこのフィルムに素晴らしい使い道を見つけることができたのです。壊れ物の梱包とストレス解消です。ああ、ストレスといえば。10. 皿洗い。多くの人はいやいや皿洗いをしていると思います。でも食器洗い機に入れてしまうのはちょっと待って。フロリダ州立大学の研究によると、お皿を洗うことはストレス緩和になり、精神の健康を改善するんだそうですよ。大事なのは、丁寧に全神経を集中してやることです。洗剤の匂い、お湯やお皿が手に当たる感覚、これらすべてがストレスレベルを 30% も下げてくれるんです。あー、すごくストレスが溜まってきた。汚れた鍋やフライパンはない？この動画で何か新しいことを学べたと思ったら、高評価して友達とも共有してください。ブライトサイドには面白い動画がたくさんあります。ぜひお楽しみくださいね。人生はいつもブライトサイドで